皆さん、こんにちは。現在でも映画の主演を果たすなど、まだまだ元気な加賀まりこさん。若い頃は男性との噂も多かったようですが、加賀まりこさんには子供がいたそうです。今回は子供の父親や加賀まりこさんの結婚歴や病気などを紹介していきます。加賀まりこさんですが、子供はいるのでしょうか。結論から言えば、加賀まりこさんに子供はいました。1972年、加賀まりこさんが28歳の時、未婚で妊娠。加賀まりこさんはシングルマザーとして子供を育てることを決心したそうです。当時すでに売れっ子だった加賀まりこさんが突然未婚の母になることを知ったマスコミは大騒ぎだったようで、加賀まりこさんはメディアに出産することを宣言しました。母親が世間体を気にして生きるなんて最低だっていつも言っていましたから、その影響はすごくあると思う。私が未婚の母を宣言した時も、思うようにしなさいと認めてくれましたね。今でこそシングルマザーという言葉があるけれど、当時は相当なバッシングを受けました。でも母は愚痴めいたことは一つも言いませんでした。加賀まりこさんは神田生まれの神楽坂育ちだそうなので、この江戸っ子っぷりは見事です。そんな加賀まりこさんは出産に向けていろいろとお腹の子供のために生活を変えていきました。早寝早起きに努め、胎教のためにクラシックを聴くようになったのです。また一度も履いたことのない毛糸の下着を身につけ、嫌いな牛乳を鼻をつまんで流し込みました。これだけたくさんの努力や愛情をお腹の子に捧げた加賀まりこさんですが、悲しいことに残念な結果となってしまいます。1972年2月、女児を出産するもその7時間後、お子さんは死去。死因は不明で現在も語られていません。非常に残念だったことと思われます。人の子の母となればどうであれ育てて大成させたいと思うことは無理からぬことと思います。しかしこれもまたそのこと、母の持って生まれた運命なのだと思います。さて、こうなると加賀まりこさんの子供の父親が気になりますね。父親候補は誰なのでしょうか。加賀まりこさんは具体的には子供の父親を公表していません。しかし父親ではないかと噂になった候補がいます。それは俳優の石坂浩二さんです。加賀まりこさんは過去に石坂浩二さんと同棲生活をしていたことがあるようです。時期としては1970年頃とのことですが、その後破局。加賀まりこさんと石坂浩二さんが別れた理由についてははっきりしたことは語られていません。しかし石坂浩二さんは1971年5月に浅岡瑠璃子さんと結婚しています。加賀まりこさんのお子さんの父親説ですが、出産は予定より早まって1972年の2月ということなので、1971年5月に浅岡瑠璃子さんと結婚した石坂浩二さんが父親であるとは考えにくいです。加賀まりこさんのお子さんの父親候補にはもう一人います。シクラメンの香りで有名な布施明さんです。当時は歌手の布施明さんとの噂があり、布施明さんの子供ではないかと言われていたようです。しかし加賀まりこさんは話しているわけではないので確証はありません。布施明さんは1947年12月18日生まれで、加賀まりこさんの3つ年下。加賀まりこさんが子供を産んだ時は25歳でした。いずれにしても噂止まりです。そんな加賀まりこさんですが、なんとこの出産から1ヶ月半後に女優業へ復帰しているのです。竹を割ったような性格という加賀まりこさん、辛さを忘れるには仕事しかないと割り切ったのかもしれません。では次に加賀まりこさんの結婚歴についてお話します。29歳の頃シングルマザーになりかけた加賀まりこさんですが、結婚もされていたことがあるそうです。一人目は業界人、元フジテレビプロデューサーの高田晴行さんとのこと。加賀まりこさんと高田晴行さんは1974年に結婚を果たしますが、その6年後の1980年に離婚。お二人の間に子供はいないそうです。元旦那さんの高田晴行さんの現在ですが、2011年に尿毒症のため75歳で亡くなられたそうです。二人目のご結婚相手は TBS 社員の演出家のようです。
現在80歳の加賀まりこさんは1980年に57歳で事実婚関係を始めたそうです。テレビ局関係者は次のように述べています。加賀のパートナーはかつて TBS の制作局にいた6歳年下の男性だ。約20年近く事実婚状態にある。もともとは麻雀仲間だった2人が交際を始めたのは加賀さんが60歳を目前に控えた頃です。最後の恋と感じた加賀さんから交際を持ちかけ、そこから5年越しで恋が実ったそうです。幼い頃から暮らしている神楽坂の一戸建てを改築して、1階に兄夫婦、2階に加賀さんとパートナーが住む2世帯同居をしていると聞いていますとのこと。現在もこの方とは一緒に住んでいるようです。結婚しない理由について加賀まりこさんはインタビューでこう答えています。最後の時間を一緒に過ごすのはこの人しかいないって思った。結婚は必要ないと思う。何も一緒の席に入ることが結婚だとは思わないとのこと。もともと加賀まりこさんとお相手さんは麻雀仲間で、お相手さんは加賀さんになかなか振り向いてくれず、一緒に麻雀をしても自分だけ先に帰ったり送ってくれることもなかったそうで、ダメかなと諦めかけたこともあったと言います。そのような経緯もあり、このような発言に至ったのだと思われます。シングルマザー、そして結婚と離婚、現在は事実婚と波乱万丈な人生ですが、最後の時間を一緒に過ごしたいと思える相手がいるのは幸せなことでしょう。そんな加賀まりこさんですが、実はお相手さんには娘さんと自閉症の息子さんがいるそうです。そのことを加賀さんはこう語ります。私の連れ合いの息子が自閉症なんです。45歳になったかな。すごく可愛いのよ。私にとっても息子です。コロナのせいでずっと会えなくてすごく寂しいの。でも少し前にどうしても届けなきゃならない薬があって、連れ合いが息子のクラス学園に行って、わかる僕のことって聞いたら、加賀まりこって言ったんだって。29歳で一度子供を亡くされている加賀まりこさん、自分には子供のいない人生かと思っていたそうですが、60歳にして子供ができたことをとても嬉しく語っている様子。人生って大変な時があっても後で絶対良いことがある。人生の計りはちゃんと動くと私は思っている。私も山あり谷ありだったけど、だからって罰を受けたわけでも過去がバラ色だったわけでもない。つまり人生はプラマイゼロね。今でも子供が生きていたらいくつだろうかとは思いますよね。年齢を聞いた時に、あの子と同い年だわとか、こんなに年取ってるのかとかね。でもね、感傷は追いかけてもしょうがない。それに子供のいない人生かと思っていたら、60歳にして結婚して息子と娘ができたんだから、娘は40代になったばかりで上海にいるんだけど、感覚が違うから新鮮よと話しています。妊娠、出産、そしてお子さんの死去、結婚や離婚など多くの波乱万丈を乗り越えてきた加賀まりこさん、これからは死ぬまで一緒に過ごしたいと思えるお相手さん、お子さんと末永く幸せに過ごしてほしいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントを残していただけるとありがたいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。